ました。ねえ、冷まして無事に開催できるようでよかったです。明日なかったらどうなっちゃうね。でも今日の冷ましては中止になったらしくて、そう今日はねもうね、なんかでも今日ももともとはなんか時間変更をしてて、でも最終的にはやっぱ時間変更してもできないっていう判断になって中止になったっぽくて、そうだから本当に今日冷ましてだったら多分できなかったね。そう明日はなんとか大丈夫みたいね。でもそうめっちゃ暑くなるらしくて、40度予想とか37度、38度、39度とかでやばいよね本当に。そう明日はなんか晴れのち曇りみたいならしいんですけど、絶対に暑くてやーって感じですよね。本当にみんなも気をつけて、いっぱいお水飲もうね、いっぱいお水飲もうね。ね、まあでもとりあえずできるだけでできる、あとはもうみんな無理しないで、メンバーもメンバーも倒れてはね、もとも子もなくなっちゃう、次の日おしゃべり会もあるから、そう皆さんも無理だけはせずにね、とりあえず開催はできるみたいなのでね、え本当に気をつけて、会場変更して大釜で待って、大釜も結構絶対熱いから大釜適温なの11月とかだからそういやもうメンバーもめっちゃもう2リットルのペットボトル置いとかないって言っててステージに2リットルのペットボトル置いとかないって言っててさいやいいよ絶対、まあそれぐらい必要なぐらいだけどさ、でもよ、でもさ3曲ぐらい終わってさ、イエーイ皆さんこんにちは NGT48 です、ちょっとみんな一旦水分補給しましょうって言ってさ、みんな全員こう2リットルのペットボールこうやって持ち始めたらちょっとさすがに嫌じゃないちょっとさすがに嫌じゃない。それだからいやもう2リットル分ぐらいは飲むんだろうけど、さすがに2リットルなんかぬるくなっちゃうしねだったらちょっと500を定期的にいっぱい置いといてほしいかなって感じそれぐらい飲むとは思うけどね、でもちょっと絶対500をいっぱい置いといてもらった方が嬉しいかなって思いますね。そうでもついに明日で一瞬の花火が初披露ということでね、そう昨日ちょうど一瞬の花火のその披露よ、なんかちょっと前にもう振り入れしたんだけど、それはあの両手振りバージョンだったから、あの片手バージョン、マイクハンドマイクバージョンの振り入れを昨日したんですけど、そうねドキドキする、楽しみにしててください。そうでもねなんかねこの一瞬の花火ね、あれなの、なんか私この曲踊ると背中が痛くなるんだよねなんかね背中が痛くなる系ダンスなんだよね、すごいなんて言ったらいいんだろう。そうでも本当にこの振り入れしてるとめっちゃねこの背中から腰がもう痛くなるの、すごい。そうだからどんな振り付けやねんって思うでしょ、楽しみにしててください。背中にハルーンとナナミに乗っけるのだから背中が痛くなるのかでも本当にねそうなんかだからリハの合間の休憩中とかにもうこうやってうーって伸ばさないとやってられないぐらい背中がなぜかね痛くなっちゃうんだよねこの曲。そうだからどういう意味って、楽しみにしててくださいやっぱ組体操だから背中待ってセンターが上とかじゃなくてセンター下なのあ、3人でこう乗る私が一番下なのかな。いやとにかく背中が痛くなるんですよなぜかね、楽しみだね。しかもまあサマステ尺自体はすごい長いじゃないですか、1時間くらいあるじゃん持ち時間がね、その中でどのタイミングで初披露されるかもすごい楽しみだね、ドキドキしますね私もドキドキするそうでも私はそのまあ一瞬の花火の初披露ももちろんなんですけど、ちょっとそれとはまた別で、まあ、初めてのポジションの曲もあるので頑張ります頑張ります。なんか今日のこの髪型すごい元気っ子な感じがする、ね、頑張ります、楽しみにしててください。
アットジャムの日程も決まったね。あ、そうなの？知らなかった。そうなんだね、楽しみ。そうなんです。なんかあの全然自分がオリメンの曲なんですけど、自分がオリメンの曲なんですけど、やったことないポジションを今回やる曲がちょっとあって、そうなんです。ウィーンってなってます。そう、アットジャム16日になった。あ、本当に9月16だっけ。あ、本当だ、9月16の1時半。おお、まあでもアットジャムはね、室内だからね、うん、髪型可愛いなって思う。え、嬉しい、ありがとうございます。そう、今日これはね、あの AKB48 さんの佐藤愛理ちゃんが昨日の公演でやってた髪型で可愛いなって思ってやりました。でもどうやらなんかその推しの子のイメージだったらしくて、そうだから私もつまりそういうこと。2日間でも良かったけど、やっぱ3日間一緒にいたくてきちゃうね。そうだよね、多分今日来てくださった方の中には3日間全部私たちと同じスケジュールの方もいらっしゃったと思う。嬉しい、ありがとうございます。愛ちゃんに言って、ありがとうございます、嬉しい。面識は1回なんか2年前ぐらいのフェスで会ったことある。2年前ぐらいのフェスで見たことあります。見たことあります、お会いしたことあります、一緒に写真撮ったことありました。3日間行くよ。わー、嬉しい、ありがとうございます。そう、なんか今日ね、お見送りで明日も行くよっていう方もいれば、明後日のおしゃべり会ね、嬉しい。そう、もちろん今日劇場にいらっしゃらない方でサマステおしゃべり会は行くよって方もいらっしゃるだろうし、おしゃべり会だけ行くよって方もいらっしゃるだろうしね、楽しみだね。そう、なんか今日さ、平日なのにさ、落選が出るぐらいだったらしくて、そうね、そうだよね、だからさ、どういうこと？しかも新幹線もさ、止まるかもしんないみたいなさ、状況の中でさ、満席ってすごくない？平日公演だよ。みんな夏休み、お盆とかお休みなのかな。お休み取りました。ああ、嬉しい。それこそあれかな、3日間一緒に過ごしたいからお休みにしたみたいな方もいらっしゃるのかな。ね、なんかそう、お盆休みの方もいらっしゃったかもしれない。だからね、すごいとてもありがたかったです。お天気もね、その人によっては来るのが大変だった方もいらっしゃったと思うんですけど、ありがとうございました。本当にお盆休みの最終日、ああ、なるほどね。で、土日もお休みみたいな方も多いのかな。午後休取って、そうしよう。そうなんだね、ありがとうございます。よく来れたね、新潟まで。ね、今日結構新幹線もね、止まってたみたいだしね。うん、18時に耳の大好きに撮った。ありがとうございます、嬉しいね。おしゃべり会もなんか結構ギリギリまで受付もしてたから、最終的になんかどれぐらいの方が会いに来てくださるか、すごい楽しみ楽しみ。今日だけ参戦、あー、ありがとう。今日だけの方ももちろんありがとうございます、嬉しい。そう、なんかね、でも今日私あんまり多分みんなにレッスン送れなかったんだよね。っていうのは、そのさっきメールにも書いたんだけど、昨日その一瞬の花火の振り入れがあったんだけど、なんかその時にそのなんか今回さ、一瞬の花火が結構そのストーリー性がしっかりしてる楽曲じゃないですか。だからそれですごいなんか表現、なんか振り付けだけじゃなくて、すごい表現の部分でめちゃくちゃご指導いただいたんですよね。そうで、なんかその中でその人の心を動かす瞬間ってダンスのうまさじゃなくて、なんかそこに感情が見えた時、その歌詞に合わせた表情とか感情が見えた時に人の心が動くんだよっていう風にお話を聞いて、そうだからなんかそれをね、でも逆に今日多分意識しすぎちゃって、そうだから全然なんか普段だったら結構頭4曲の間にみんなのこと結構見つけるんだけど、もう今日めっちゃ多分視野が狭まっちゃってて全然みんなのこと見つけられなくって、そうなんかアンコールでやっとみんなのこと見つけたくらいの、そうめっちゃ多分視野狭くなってたな。だから難しいですよね、すごいさ、なんかもちろんステージの上に立つ人としてさ、なんかこうね、ステージに立って曲を披露する
人としてなんか表現しなければいけない部分、曲の世界観みたいなのもさあるけどさ、でも実際こう見に来てくださってる方にこう楽しんでもらうのがやっぱ一番だったりするし、なんかそれって本当にすごい難しいなって、いやもう何回ステージ立ってんだって話なんですけど、なんか改めて昨日その話を聞いた時にあむずーって思ってそうだから明日ね一瞬の花火初披露なんですけど、そのめっちゃなんていうの、今回のその一瞬の花火、まあ、背中が痛くなる振り付けもそうなんですけど、なんかすごい本当一個の作品みたいな、すごくまあなんだ歌詞自体にもストーリー性があるし、結構歌詞に合わせた振り付けも多かったりするので、ほんと一個の作品みたいな振り付けなんですよ。そうだから振り付けにもめちゃくちゃ注目してほしいし、なんか表情もすごいいっぱい教えてもらったので、なんかそこにも注目してほしいなともすごい思うし、まあでもねやっぱせっかくの外のフェスなので楽しい気持ちでやりたいし、なんか難しいって思っちゃった難しいと思っちゃった、うん、あと2日いけないから今日無理にでも行って、ありがとね来てくれてありがとう今日座席から見えちゃあんまり目が、あ、でも私は見えたよ、うん、3日間とも参戦だし、あら残念、お忙しいのに、また今度ぜひあ、期間の低音今日も良かった、嬉しい、ありがとうございます。今日ねめっちゃ可愛かったの、今日さ私磯七と初めて一緒だったんだけど、磯七前回初日でさ期間ですっ転んだじゃないですか、だからその蒸発の最後の時にね、あのね期間のみんなでね、磯に転ばないでねってみんなで言ってて、転んだらみんなで助けに行くからねって言ったから期間出たんだよねだから今日多分スタンドマイク持って出てくる瞬間めっちゃニヤニヤしてましたそうやってたと思うメンバーみんな考えさせられる、あ、昨日のそうね、まあそれもそうなんだけど、またまちょっと別のことで、結構本当に昨日はすごいいっぱい考えさせられた一日でしたね。みーちゃんに心動かされすぎて困ってる、それは嬉しいです、ありがとうございます表現ってみーちゃんの振り向く時の横顔に儚さを感じる瞬間、嬉しい、ありがとうございます。私自分の正面の顔より横顔の方が好きじゃあずっと横顔で喋ってようかなコメント読めないシングル発売記念グッズが出るんだね、知らないんだけど、どんなグッズが出るの、見てみよう。もうなんでさそういう大事なこと教えてくれないんだろう、何何のグッズがあるって、わっ、ほんとだ、めっちゃ可愛いじゃん、自分で言うな、可愛い、アクスタじゃなくてこれ何、アクリルキーホルダーだって、すごい、一人のなんか今まで衣装キーホルダーとかあったけど、この顔つきってあんまない今まで、いいじゃんいいじゃん、タペストリー、私どこ、あ、私こちらになっております、草むらの中です、いません初めて見る、これめっちゃ良くない、選抜ランダムステッカーカード、ステッカー超良くない、ねえ見て見て見て、これめっちゃいいと思う、私おすすめステッカー、今日初めて見たけどこれなんか漏れてるのでおすすめしたいとランダム生写真、いいじゃないですかいいじゃないですか、私のおすすめはじゃあステッカーで、でもランダムだもんね、そうだよね、個別だったら個別アクリルキーホルダーで、おすすめ。タペストリーはなんか一瞬の花火めっちゃ海のイメージあるのに草むらの中ですいませんって感じだったすごい草むらの中だったけど、まあそんな感じですね、ありがとうございます、教えてくれて4ヶ月の時が経って時間がなくて、あ、ごめんごめんごめん、ずっとずっと話せて、そうなんだよね、早くみんなと話したいね、そうだったそうだった、一瞬の花火ね、今後まあ披露、あの別は割と
ね、フルで披露する機会が多くて、まあ、最近コンサートとかフェスでワンハで披露することが増えてきたかなって感じだけど、確かにこれからねワンハで披露だって、もうしゃべぴの2番とかさ、ポンコツの2番、オーサムの2番とかも見てない、全然。そうなんだよね、2番ってだんだん披露する機会がやっぱ減ってきちゃうんだよね、ワンハばっかりでね。そうだね、まあさすがに明日は初披露でフルでやるので、それは言ってもいいでしょ、これ初披露ワンハですとは言わないよ、フルでやります、楽しみにしててください楽しみにしててください。空き缶終わった後、磯村ちゃんが達成感ある、あ、それは良かった、確かにね、前回やっぱ転んじゃった分ね、ちょっとやりきれなかった感じがあったかもね、くたばれで目があったような気が、そんなことない、そんなことない、そんな目見てくたばるなんて言うわけないじゃないですかそんなこと言わないですよ。かえりちゃんの生ガキ、あー、もうめっちゃ笑ってました、ほんと笑わせないでほしい出るとき笑わせないでほしい、ほんとに面白かったね、かわいいって思いました、24歳なんだけどなミーアブースティファン祭り2024の詳細して、え、私たちもそれなんかみんなに発表される10分前ぐらいに知って、何も知らないですね、でも嬉しい、 HKT さんとなんか合同のね、ステージとかライブとかできたらいいよね、わかる、できたらいいよね。空き缶の歌い出しの手音と青春時計の振りでグーパー、待って待って、青春時計の振りのグーパーって何、どこ感情を起こすが青春、こういうことかな、え、嬉しい、ありがとう。な、今日さ、それでだからその感情をさ曲に込めようと思ったらさ、青春時計さ、リハめっちゃさ、ずっと鳥肌立った、超いい曲今さら超いい曲、でも本番はなんかみんなの顔見たら、なんかしかもなんかアンコールぐらいになって、あ、今日全然みんなと目合ってないじゃんって思って見始めたから、なんかあの本番は、まあ、いつも通りだったんですけど、今日なんかリハめっちゃ泣きそうになった、青春時計超いい曲今日は5ヶ月ぶりに公演入ってきて、ね、久しぶりだった、でも5ヶ月前だとまだ思い出いっぱい始まってたかね、嬉しい、お久しぶりの方もね、嬉しい、顔面全方面ありがとうございますございます、ね、ステッカーランダムなんだね、ランダムに勝つ、頑張って今日の出演メンバー時鉄メン多かった、あ、確かに萌えちゃんぐらいいなかったの、あ、日野もいなかった、萌えちゃん日野ぐらいいなかった、確かに多かったね、言われてみれば、タペストリー一択、ありがとうございます、嬉しい、推しのいない最善で今更ですが、めっちゃ目のやり場に困るくらいみんな、ありがとうございます、そうだよね、今日ね、なぎもね、お休みになっちゃってね、そうだったね、ハイタッチ、あ、そうだよね、そうだ、そのブースティのなんか なんとか祭りね、ありがとうございますありがとうございます、楽しみです、さっきメールの返信し、ありがとう、後で読むね、ありがとうございます、 NGT と HKT 萌えゼリフ対決、なんかさ HKT さんのそういうののさ、なんかなんで言うの、空気感全然わかんないから怖いね、どういう感じなんだろう、友達が曲歌い終わって MC に行く瞬間の耳が怖い、嬉しい、ありがとうございます、なんかふんってしちゃうふんってしちゃう、あとなんかたまにメンバーがこう自分の目の前をわーって MC に着くのにわーってなって、私は前に進みたいんだけど、このメンバーがわーってしててってなるときある嬉しい、ありがとうございます、やっと、
全曲リハが意味深、あ、そう、あのね、イソが初日ぶりで久しぶりだったから全曲リハやったの、今日は。まあ夜公演だけだったしね。そうなんですよ。今日は勝手に一緒に歩けたと思ってニコニコしながらキロに着きました。勝手にじゃないよ、ちゃんと一緒やっとじゃんやっとじゃん。人間ダンスは滞空時間が長い。待って、私って宙に浮いてんの？あら、そうなの。これ見てやっぱみゆちゃんだの。え、嬉しい、ありがとう、そう思ってくれたら嬉しい。え、なんかさ、ちょっともう私言いたいことがいっぱいありすぎて話が進まなくなっちゃうから後で言うんだけど後で言うんだけど、でもめちゃくちゃしみる、本当に嬉しい、ありがとう。HKT はバラエティ感強そう。まあ確かにね、確かに。差し切った夏見てた、懐かしい。 HKT さんにはあざとライバルはいらっしゃるんで、え、知らない、全然ちょっと全然存じ上げなくて。いや、もちろんメンバーさんは知ってますけど、なんかそのメンバーさんのさ中での、おい、なんかタコ浮いた、ありがとうございます、タコの花火上がった、ありがとうね。なんかさ、そのメンバー間でのキャラクターみたいな、なんかなんて言ったらいいんだろうな、なんか立ち入り行こうみたいな、なんていうの、キャラかそうはまではよく分かってないから、なんかドキドキするね、どういう感じなんだろうね。今日も楽しかった、ありがとう、嬉しい。やっぱみゆちゃん公演割はテンション高いの。はい、しかもだって明日サマステの明後日おしゃべり会って、ね、そりゃテンション上がるに決まってるだろみたいな。そう、本当は絶対休んだ方がいいんだけど本当は絶対今すぐにでも早く寝た方がいいんだけど、体力を温存するために楽しいし喋りたいこといっぱいあるからさあの別で滞空時間長いと思う。え、でもそれ言われたわ、あのイントロでしょ、チャーンチャ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 ンチャンチャンのところのさ、これの浮いてる瞬間がなんか人より長いらしいですそれダンスの先生にも言われたわ。でも振り間違ってるわけじゃないからさ、なんか確かにね、滞空時間長いかもそこ、うん。おしゃべり会では真面目な話も多くないさ。でもね、話したいことありすぎてね、もちろん真面目なお話ししましょう、うん。HKT の新しいアーシャね、わかる、見た。てか NGT の新しいアーシャ、個別アーシャ出ない出して、わかる。今回のシングルの個別アーシャまだ出てなくてさ、出してほしい。どういう感じになってんのか自分でも見たいね。そろそろもう新リリース2週間くらいなんだけどね、わかる、出してほしい ブースティーイベントだと他のスタコラやってるアーティストも一緒かも。あ、ね、そうだよね。なんかどういう感じなの、今まだね、私たちと HKT さんしか出てなかったよね。なんか何するのかちょっとあんま分かんなかったから。髪切ったこと気づくな、気づくよ。でもちょっと帽子かぶってて見えなかったけど、でも気づいて今日めっちゃグッときた。嬉しい、ここ嬉しい。真面目な話しかないです、いつでもお待ちしてますね、お衣装どうしてほしい。グッズの服装が衣装ではないです、違う、あれはジャケ写用です。でも多分アーシャもそれじゃないかなと思うんだけど、うん、看板もそろそろかね、思った。私も今日あの看板の前歩いててさ、今日こそ最後かなって思いながら歩いてました。でも結局まだ来週もありそうね。公演さましておしゃべり会って普通悲鳴あげそうだけど楽しそうにしてる。だって楽しいじゃん
楽しいじゃん。そりゃね、あのまあ疲れはするとは思うけれども、でも多分なんかわかんないけど、疲れるよりもみんなからもらうパワーの方が大きいと思うから、そうだから体力的には結局プラスになる気がしますね、うん、マイナスにはならない。元気元気。明日って現地でグッズ、いや明日サマステだよね。サマステはないんじゃないかなと思う。明日の衣装は内緒内緒。お役にいつも話しかけてくれ、こちらこそいっぱい公演来てくれてありがとうね。劇場内の BGM もいつ、え確かにそうだね。でもカップリングが全曲解禁されてからな気はしますね、うん、なんかだってあれだよね、劇場内のさ BGM ってさ、カップリングも含めてずっと流れてるじゃないですか。スプリングも全曲解禁されてからだから、やっぱ発売後とか。でも発売8月28でしょ、8月中に公演、ああるじゃん31ね、31、9月1日あるよね公演。私は9月1日出ないんだけど、そうだ発売日後初の公演が8月31だから、そっからもしかしたら変わるかもね曲。えちょっと注目してよ、楽しみ。確かにそうだね。てかなんか劇場でもね披露とかできたらいいよね、リリース後、まあ、明日が初披露になるけど、なんかリリースしたら、今はまああの別が最新曲だからあの別をさ披露してるじゃないね、公演でもできるようになったらいいよね。だって選抜11人でさ公演10人だからさ、まあ、大して変わらないじゃないですか立ち位置的にもきっと。まあ1人減ったらだいぶ変わってしまうような気もするけど、振り付け的にね覚えるの大変だなって、違う場所覚えるの大変だなとは思うけどでもできたらいいなって思う、うん、2日間配信ないんだけどみーちゃんごめんね、ありがとう。そうだよね、2日間配信してなかったから、ちょっとねリハでサマステのリハで疲れてしまって疲れてしまいました。なんか今日テンション高いね、ありがとう。いやありがとう。でも私さっきまですごいなんか悲しい気持ちで公演終わった後悲しい気持ちで元気出なかったんだけど、お菓子一袋食べたら元気になったなんか気づいたら、うん、でもさやっぱさ平日公演ってさ遅いじゃないですか終わる時間がね。だからさSNS も更新しなきゃと思ってさ、でもなんか悲しい気持ちでさ、悲しい気持ちになりながら SNS わーって更新しながらお菓子わーって食べたら、なんかもう気づいたら私15分から配信始めたんで14分でやばいやばいやばい、あと1分で配信始まんじゃんってなって今に至る。だからなんか気づいたら元気になりました気づいたら元気ね。公園でね披露した、公園今日の声目の下にキラキラ、え嬉しい、よく見えたね。今日はねめっちゃピンクにしたの、いつもよりももっとなんかベビーピンクみたいな。え待って待って、なんかまつげの上にラメついてんですけど、いやー見てラメついてる目の中にえちら目の中にラメがいる嬉しい。そうなんかさ今日髪型はその佐藤愛理ちゃんの髪型にしたんですけど、昨日の顔のメイクは顔のメイクは今日はヤギあずきちゃんイメージ、もうヤギあずきちゃんの顔のメイクってもう超ブルベ、めっちゃブルベなメイクなんですよ。で私は多分あんま似合わないんだけど、あんま似合わない、今日はねあずきちゃんになりたくて超ブルベなピンクにしました。明日どうしよっかな、明日の顔どうしよっかな迷い中。絶対めっちゃ汗かくしね、そう汗に強い顔にしなきゃ。
なんだかちょっと遅い気がしました。配信始めるの、それはなんかあの1分、残り1分で気づいてわーって準備したら遅くなりました。そう、あのどうしよう、15分に始めるって言ったのにやる気ないんだけどとか、そういうじゃないので、あの心配しないでください。はい、明日はどの辺に座ったらいいものか。え、それがマジでどこでもいいマジでどこでもいい、本当に神しいもののバランスぴったりなんです。どっちも、どっちかといえばその本当にね、極論ね、上手と下手どっちに座るってなった場合はもう本当端っこに、上手の端っことか下手の端っことかに座るんであれば下手の方がおすすめかも。なんか上手の本当に端っこまではいかないから、上手のまま真ん中くらい上手側行くけど、行くけど行ってもなんかまあ真ん中とかだから、本当にもう端っこしか空いてないってなったら下手の方がおすすめ。でも上手も本当にもうぴったりどっちもどっちなので、どこでもいいよ、どこでも見つけるよって感じです。うん、75グマ、え、そうなの、びっくりしたさ。私今日朝7時半ぐらいに目覚めてさ、おはようございますって送ったはずなのにさ、遅れてなくてさ、だから今日22時15分から配信しますって今日さっき送ろうとしたらさ、そのなんていうの、書くところにさ、おはようございます太陽マークが残されててさ、送ってなかったのって思って、でもなんかさ消すのもさ悲しいじゃん、朝書いたのに。だからそれを一回送ってから、もう一回、もう一回とか、その配信の予告の時間書いたじゃあなんか消したくなかったんだよね、本当にちゃんと書いたんだぞっていうのをなんか残したくて、だから送っちゃった。でも送ったらさ、もう今日のその送った瞬間の時間になっちゃってさ、いい、私朝7時半ぐらいに送ったつもりだったのにって思って悔しかった詳しかった。あずきちゃんベビーピンクね、なんかあんなにブルベのピンク似合う人いるっていうか、てか多分元の顔が白いからだろうね。私はもうどっちかっていうともうイエベ、なんかブルベ夏なんだけどイエベ寄りのブルベなので、あんまりここまでピンクだと正直そんなに似合わないような気がするけど、今日はオッケー衣装に合わせるとイエベっぽくなりそう、ブルベっぽく、あ、明日ですか、あ、もう絶対ブルベ、いや絶対にブルベ、明日の衣装はねブルベです。はい、あれは完全にブルベです。なんかだから衣装のね色味で言うと正直私の顔に合ってるのかこれはってちょっと思っちゃうんだけど、でもめちゃくちゃね、あの、あ、明日それを着るかどうか別ですけど、そう、その新曲の衣装はめっちゃブルベなんですよ。で、あの本当にこれ私やってるかーって感じだけど、色味的にはね、でもめっちゃ可愛い、今回も素敵な衣装をそう作っていただいたので、そうなんですよ、めっちゃブルベだなめっちゃブルベやなって感じ。うん、柱ないからな、それな外だから柱はないから、そうそうそう、どこに座ってもいいよ、真ん中がいいに決まってる。まあそうね、一瞬の花火初披露今回センターもさせていただくので、まあ真ん中で見てもらえたら一番嬉しいなって気持ちではありますね。うん、遠いから埋もれるかもと思うけど見つけてね。もちろん見つけるさ、もちろん楽しみ。前方の端っこに行くか後方の真ん中に行くか、あー、いやどっちでもいいめちゃくちゃどっちでもいい。でもそれでもしその前方の端っこに行くってなった場合、私的にはもう下手の方がおすすめかなって思うかな。そう、あのね、とある曲でね、もう最下に行く瞬間があるんですよ。そうだから、そう、上手はね最下まで開けない、あ、まあ最下にはなるんだけど、そのあんま広がってない時に最下になっちゃうから、そう、でもなんかとある曲はもうグッて広がった時のもう本当に端っこの端っこまで行く曲があるから、その時はその端っこ選ぶなら下手がいいかなって感じですね。うん、昨日今日と朝から送りそび、え、わかる、昨日も朝メール送ったつもりが送れてなくてさ、
なんか寝ぼけてんかな。でも目覚めいいんだよな、昨日と今日めっちゃやることやれてなくてやれてなくて悲しい。衣装ブルベって教えてくれるの新しい。確かにこれでさ、めっちゃオレンジみたいな衣装だったら本当嘘つきってなるよねまあ楽しみにしててください。今日の髪型可愛かった、嬉しい、ありがとうございます。一昨日夢にみゆちゃんが出てきた。え、どんな夢、どんな夢。サマステ後でも配信チケットって買えるの？え、どうだろう、ちょっとその辺わからないです。買えそうだけどね。整理番号、赤席に座れる数字、劇場だったらねじゃあすごいね、でもめっちゃ早いね。この調子で瀬戸りも全部いっちゃいそう。言わない、さすがに言わないけど、でもやっぱその尺が長い分、あ、え、この曲もやるんだみたいな曲はあるかもあるかも。でも私的にはやっぱそのこの前のティフでやった瀬戸りがもう最高だと思ってるの。この夏フェス、夏フェスね、最高瀬戸りはもうティフだと思ってんのよ。でもサマステってやっぱ尺長いからさ、そういうわけにはいかないじゃん。だからまあ絶対違う曲も入ってきちゃうんだけど、でもあ、これやるんですかみたいな曲が入ってるからすごい楽しみですね、今日のステージもお綺麗で、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。何曲、え、なんか40度でできんのかってぐらいの曲数本当に本当に40度でできんのかみたいな曲数だから、曲減らすみたいな話もあったんですよ。このままだとみんなの命が危ないから曲減らすみたいなのもあったんだけど、でもやっぱ減らしたくはなくてさ、そうせっかく練習したしさ、なんかもうまたそのサマステはサマステで最高のセトリを作ってるから減らしたくはなくって、そうだから結局減らさない方向になったんだけど、でもそれぐらいやるそれぐらいやる、うん、そう楽しみだね。命がけのステージわかる。でも本当にさ、でも私たちはなんかまだ屋根ついてるからさ、直射日光はさ避けられるけどさ、みんなは本当に直射日光じゃん。本当にみんな水飲んでね、絶対全然局中とかでも飲んでいいからね、本当に。でも本当にもうなんかみんな倒れたら困るからさ、私たちよりもみんなの方が倒れちゃったら困るから、そう見に来る方だから全然曲中とかも水飲んでいいし、もう MC 中私たちも隠したりしないからみんなで一緒に飲もうもうこれずっと言ってる、絶対みんなで水飲もうみたいな。なんかさ去年サマステなんか水が後ろにあって、なんかこうちょっと誰かが喋ってる間にこう後ろに行ってなんか隠れてこう水飲んでみたいなやったのよ。なんかそれだとさ、なんか水飲みに行く行為がさ目立っちゃうじゃん、後ろに行ったりして。なんかすごい申し訳なかったし、ちょっと水飲むタイミングがさめっちゃ難しかったんだけど、もう今回はもう宣言しとく、水堂々と飲みます、メンバーステージ上でMC 中に。ちょっともう本当に命の危険に関わっちゃうから、もう MC 中堂々とお水飲ませていただくんで、みんなも一緒にそのタイミングで飲んでください、 MC で必ず。そうもうだから見せびらかすから、私たち水飲んでます、みんなも飲んでくださいって見せびらかすから絶対に飲んでお願いだから。みんなは MC 中じゃなくても曲中でも、あ本当にやばいかもって思ったら飲んでいいし座っていいし、本当にみんな気をつけて、あと帽子とか絶対持ってきた方がいいよ、もう直射日光だと思うから、わかんないけど本当に気をつけて、うん、みんなの命が大事だから。減らして MC 多めとかもね、そう考えたんだけど、やっぱりそのダンスの先生もさ
その私がね、上氏もさ、もうどっちも全く同じ曲数って言った通り、他のメンバーもその上氏もめっちゃ調整してくださってるのよ。だからこれでもし曲を減らしたってなった時に、その上氏ものバランスもねずれちゃったりとか、なんかそういうのがあったりするから、やっぱそう、なんか個人的にもやっぱすごい盛り上がる曲をたくさん入れてるから減らしたくないっていう気持ちもそうだし、なんかダンスの先生の面から見てもなんか減らしちゃうとやっぱバランスちょっと取れなくなっちゃうよねみたいなのがあったりして、そう MC 長めも考えたってか、みんなのことも考えてね、ぶっ通しで曲続けたらさ、みんなも休むもなくなっちゃうし、そう MC やっぱ長めの方がみんなのためにもなるなとも思ったりしたんだけどさ、やっぱりちょっと曲を減らすっていう選択はちょっとね取れなかった。うん、そうだから頑張ります。でも無理だけはせずって感じですね。全曲全員、あでもさ、まあそれはさすがに言えないけど、でもなんか NMB さんとか HKT さんとか、なんか結構ユニットみたいな形でね半分ずつに分かれてやってたりとかしましたよね。なんかまあそういうのもありなのかって。 NMB さんなんかしかもアンコール仕様だった。そう、まあ持ち時間もステージの持ち時間は変わんないと思うんだけど、一旦はけて皆さんにアンコールしてもらってから出てみたいな仕様だったから、やっぱその持ち時間1時間をこうどう使うかはグループ次第というか、曲の披露も含めてね、そうみたいな感じらしいので、うん、水分もそうだけど日焼けも、いや本当にそう、わかる、本当にね。もうだから私日焼け止めはもちろんだけど、なんか夜お風呂から上がった後に塗るなんか日焼け止め違うの、なんて言ったらいいんだろう、保湿のなんかクリームなんだけど日焼けのやつ買いました。そう、なんか冷蔵庫で冷やしておいてもいいらしくて、絶対にそれ使おう。もうすでに黒いんだよな、もうね真っ黒焦げになっちゃったんだよね。そう、あとあれも買いました、リハ用に UV パーカーも、じゃあ本番さすがにそれ着てできないけど UV パーカーもわざわざユニクロで買ってきました。明日のリハの時着ようと思って。わかる、日焼けもねほんと気をつけないと。そう、みんな帽子とかもしっかりかぶってきて、煽りで水飲んでいやでもほんとに水飲もうってなる。もう水かけ合いたいぐらいだけどね。そう、美味しいって聞きます。え、なんだっけ、なんかそれさ、なんかあるよね、水飲んでる時美味しいって聞いてくるやつ。え、なんだそれ、なんか聞いたことある、ソロステージとかの時、なんだっけ、なんだっけ忘れちゃった、なんか見たことあるそれ。客席側もある程度屋根あるべ、あ本当にそうなの、なんかえもう去年の記憶ない、え去年屋根あった記憶ないんだけど、てか去年すごい夕暮れ時だったなっていうこの前野外ライブでアイドルさん3人ぐらいぶっ倒れてた。やだ本当に、気をつけて気をつけてってわかる。メンバーもね、ファンの皆さんに、ちょっと iPad の充電が全然されてなくて、みんなってさ充電何パーセントで誘うっていう気持ちになる。私マジでさせっかちでさすぐ刺したくなっちゃうんだよね。ちなみに今 iPad 46%、まあまだいけるっちゃいけるんだけど、もう私本当にダメでさ、なんか充電 70% とか 60% になったらすぐ刺したくなっちゃうねみんな結構ギリギリまで保ちます、これ人によるよね本当。いや私はもう46は危機感感じちゃう。あー確か 20% だとなんか警告出るよね、充電のやつ。なんかさたまにさスクショ、誰かのスクショとか送られてくるときあんじゃん、もうめっちゃさ充電のとこさ、まあ、赤くてさなんか 2% ね、なんでそんなになるまでそのままにしておくのってもう思っちゃう私本当にダメ、本当、え、これちょっと今度 MC でやってみるみんなが何パーセントで充電さすかすっごいくだらない、すっごいくだらない MC だけど、ちょっとめっちゃ気になるね。私はねすぐさしたくなっちゃう。
おすすめの日焼け止め、私はね今ねアネッサ使ってたけどアリーの方が好きでした。なんか伸び、アネッサね、でもアネッサの方がなんかいいらしいですね、日焼け。でもアリーの方が伸びは好きだった、うん、日焼け超えて火傷になっちゃう、いやほんとそうよ、だから気をつけてみんな日焼け止めいっぱい塗って。でもさ、その日焼け止めさ塗った後汗かくのがめっちゃ嫌じゃない？私それが一番嫌、なんかベッタベタになるじゃないですかあれが嫌だから好きじゃない。50% 以下、いやわかる、でもそのそれでももう耐えられない、刺したくなっちゃう。 15%、 ああ結構頑張るね、常に刺してた、いやわかる。だから私さ、スマホも低電力モードで使っちゃうもん、減るの怖すぎて。いや性格出るよねこれ本当。充電しながらショールーム見ると熱くなっちゃう、あえ確かに、えこれ熱くなっちゃうかな、うんまあいっか、あと1時間ぐらいしかないしね。早い早いやっぱ平日公演終わるの遅すぎてさ、あと1時間で今日が終わってサマステが始まると思うと怖すぎる。あーサマステ始まっちゃう、楽しみ絶対楽しみの感じじゃない言い方しちゃった、嫌だみたいなテンションで楽しみって言っちゃった。いや楽しみなんだよ、楽しみなんだけど、もうこのとにかく暑さが怖くて、なんか体力持つかなみたいな、それだけが本当に心配でさ、楽しみなんだけどね怖いのよ、初披露もあるしドキドキだしさ、だからなんか複雑な気持ち。当然のようにてっぺんまでなんです。いや本当は、まあ、明日もあるし早く寝ようと思ってたんだけど、だってまだ喋りたいこと喋れてないんだもんまだ喋れてないんだもん。ショールーム終わったらすぐにお風呂入って早めに寝てね。はい、いやわかる、なんかさ明日さその暑さに倒れないようにするためにはさ絶対ちゃんと睡眠も取らなきゃじゃんね、睡眠超大事だよねきっと。寝るね、頑張って頑張って、最近ちょっと夜更かし癖がついちゃってるから寝るね。ね、睡眠不足熱中症になりやすいって言いますよね、わかる、なんか気をつける、寝るね。ところで話したいことって何？なんかどう話したらいいかすごいさ難しいんだけどさ、そのさっきねこの配信を始めるまでさ悲しい気持ちになったっていう話をしたじゃない、そこにさつながってくるんだけどさ、うーん、むずい言い方、めっちゃ難しいな、うん、マイクの代わりにハンディファン持った、確かにもうこれでいいですか、ずっとマイクとなんか2個マイク持ってると見せかけてここにハンディファンつけておきたいね、わかる、顔汗かくのめっちゃ嫌だよね。深夜に今日の DMM は見ない、見ないようにする、いやわかる、絶対見ちゃうと思うけど見ないようにしたい12日超えて今日は配信で拝見させていただいて、ありがとうね、嬉しい、配信でも見てくれてありがとう。ストレートに話して、あのね、いやね、なんて言ったらいいのかなと思うんだけど、そのー何かを言われ、なんか人づてに聞いてしまった人づてに聞いてしまったというか、そのまあもちろんさ今こうやって皆さんがさ私のことをさこう応援してくださるじゃない、でもなんかもちろんそれで後輩にも興味を持ってもらえることはすごい嬉しいし、ってか、まあ、今後のさ NGT をさ引っ張っていく子たちだからさ、もちろん後輩のことも応援してほしいわけさ。でもなんか別にそれに対してダメって言っていることではなくって、そうじゃないんだけど、なんかその私のことをもうなんか行くところまで行ったからなんか多分応援しがいがないって思われてるのか、なんかそうだから
だから後輩を応援する気持ちももちろんわかるよ。だってまだピヨピヨだもん。そんなピヨピヨと比べたらさ、私はさ、もうアイドル7年目にもなってさ、そうやってなんか今回のシングルもさ、センターやらせていただいたりとかさ、なんかすごい順風満帆に見えるかもしれないしさ、なんか応援しがいがない、なんかその育てたいみたいな、そのピヨピヨの子たちをね、なんか俺が育ててやりたいみたいな気持ちを持ってたらさ、そりゃ私なんてつまんない人間に見えるかもしれないけどさ、そう。でもね、なんかその私としてはむしろ今を一番すごい支えてほしいってなんか思うし、せっかくねこうやってセンターになって、しかもこの1年とかはなんかこうセンターになりたい、なろうと思って一緒にみんなと一緒に頑張ってきて、やっとこう叶えられたもので、なんかそれをみんなで一緒に喜びたいし、なんかそうなんだよね、そう喜びたいし、なんかむしろここからやっと一緒に夢を叶えられたからこそ、じゃあもっとここから先どうやって頑張ろうかって一緒に考えたい、今を一番自分のことを支えてほしい、まあ、キャプテンになったばっかりの時にも多分同じようなことを言ったと思うんだけど、なんかそういうなんか今一番支えてほしい時なのになーみたいな、私の個人的な気持ちとしてはね、そうなのに、なんかこうもうミミュのことはもう自分は必要ないかなみたいな、なんかもう応援する必要ないかなみたいな、それよりもなんか後輩のことをなんか応援してあげなきゃって、まあ、その気持ちもう後輩のことを応援してあげてってそれ思うけどさ、そうなんかちょっとしかもその言葉を人捨てに聞いちゃったの、私がなんかって感じはぁってなってしまって、すごいそう、それはちょっと悲しいなって思っちゃったわけですよ。そうそう、こんなに見てて楽しいのに今離れるなんてもったいない。いや本当になんかそう思わせたい、そう思わせたい、なんて言ったらいいのかな、そうなんかまあ今に限った話ではなくて、これまでも私の元から離れていった方ってまあいらっしゃるんだけどさ、なんかそういう人たちにさ、なんかこんなに頑張ってるよってなんか見せてやろうっていう、ちょっとなんか反骨精神的な感じでさ頑張ってきたところもちょっとあるんだけどさ、そうまあね、いろんな人がいるからしょうがないけどさしょうがないけどさ、でもさここまでさ一緒に頑張ってきたのに、なんか急に見捨てられた気分になっちゃってさ、悲しいって悲しいってなったし、なんかじゃあ私ってそのセンター叶えられたらそれで終わりなの、あなたから見てみたいな。で私はまだまだやりたいこともいっぱいあるし、別にセンター叶えられたからじゃあもうやめますって言ってるわけでもないし、なんかまだ頑張りたいこといっぱいあって、なんかそこに向かってまたみんなとこうやったセンターっていうのを一個叶えられたから、じゃあ次の目標もみんなで一緒に叶えようねっていう気持ちなのに、そうですかってでちょっとなんかシュンなりました。成長していくメンバーを応援している自分が好きなタイプのね、まあいろんな人がいるからさ、なんか否定はしないけどさ、そうそうなんですよ、今こそついていくぞってタイミング、そうなの、なんかここまで一緒になんか叶えられたからこそ次一緒に叶える、もっといい景色を一緒に見れるよっていうさ、なんかそれが一番近道なはずなのにさ、なんかね、そうですかそうそうなの、それを人づてに聞いちゃったから、そうなんだから、よりさなんか多分その人は本当はそう思ってなくても、人づてに聞いちゃうとなんかいろんなさ、なんか邪念が入ってくるっていうかさ、なんかえってなっ
じゃあじゃあ、まあ、本人にもう言われちゃったらさ、なんかもうしょうがないっていうかさ、受け入れるしかないなって思っちゃうけどさ、そう人づてにそれを聞いちゃったからなんか難しいよねそうなのよ、わかる。わかる。だからね、おしゃべり会とかねあるしねあるしね。もう自分が応援しなくてもただの言い訳、離れる口実にしたい。あーもうやだ、もうやだやだ。あーもう本当はじゃあ好きじゃないんだ私のこと、きっと。そうでもなんかそう、もう好きじゃないって、なんか別れ話をするのはちょっと感じだから、何か理由つけてこの場から離れようとしているということですか。何、私みんなに恋愛相談でもしてんのやだ。うーんね、そうかもね、人づてに聞いちゃってるからモヤモヤしてんのかもね。結局新しいもの好きなんですよ。わかる。なんだ、フル株でごめんねキャプテンでごめんね本当にさ。いやそうなのよ、なんかそのキャプテンっていうのはさ、なんか一個すごくさ分かりやすいものだからさ、初めましてってなった時にまずはキャプテンのところに行ってみようってなれる、なんか入り口にはなりやすいんだけど、でもなんかそこからじゃあキャプテンを応援しようって多分なりづらいのかなって、それはずっと思ってた。そうでもさ、別にそれはさ、でもそれに関してはね、別にそのキャプテンだからそうとかじゃなくて、キャプテンになる前から私のこと応援してくれてたはずなのに、え急にここでみたいなやっぱもう好きじゃなくなった口実を作りたいだけ。もうおしがいつまでもいるわけではないから、やはり押せる環境の時に最後まで後悔なく押しておきたいね。そうだからなんかそのいつかね、私が卒業するってなった時に、なんかやっぱりあの時離れなきゃよかったなってさ、なんか思う、なんて言ったらいいんだろうな、思わせたくはない、だったらまあ離れなきゃいい話なんだけど、そうなんだよね、そう難しいよね。あんまりキャプテンと意識したことがない。そうでも私も今でこそ全然意識してないけど、昔はなんかそれにとらわれちゃってた自分もいて、キャプテンだからこういなきゃいけないとかすごい考えてた時期があって、でも今はそれには全然とらわれてなくて、もう私は自分のやりたいこととか、自分なりたいアイドル像に近づこうって思ってるし、なんかそれがなんか一個の指標として、まあ、後輩だったりとかに見せられたらいいなっていう考え方になったから、自分自身がキャプテンだからこういなきゃいけないとか、キャプテンだからこうしなきゃいけないってことで悩むことはもうなくなったんだけど、でもまあ実際その押すってなった時になんか今さら、例えばね、これから NGT のこと好きになって押しますってなった時にキャプテンを押すってなんかそのやりづらいってみんなの方が感じちゃうのかなって思ったり、なんかでもそれってすごい悲しいなって。私も確かにキャプテンであることは事実だけど、みんなと同じメンバーなのになんかそれが一個あるだけでなんか押しづらいって思われちゃうのはすごい悲しいなって思うし、でもなんか逆に全然そういうの関係なく私にこう興味を持ってくれて好きになってくれるのはすごい嬉しいことだなって思いますね、うん、キャプテンだから押すのやめるはないと思う、それはないと思うけど、
キャプテンだからなんか今から押すってなった時に今更自分が押してもいいですかみたいな人はまあたまにいるかもね、うん、だから今から押すんだったらなんか若い子とかなんか思っちゃう人はまあもしかしたらいるかもしれないか。そう、それはねなんか昔から頑張ってる人の宿命なのかなぁ。会いに行かなきゃ。ありがとう。会いに来て。悲しいよ。悲しいよ。それからみんなは全然私のことをキャプテンだと思わなくていい。思う必要はないとか思わないでほしいっていうか、でもなんかそのでもなんかキャプテンやってるからこそなんかその支えておいてほしいなと思っちゃう。すっごいわがまますっごいわがまま。そうなんかその全然メンバー間でまあ頼ったり頼られたりまああるんだけど、私が最終的に一番頼れるところってファンの皆さんだと思うから、だからね、そこはなんか変わらずみんなにいてほしいなってすごい思う中で、そう思う中でなんかもうこれ以上みゆちゃんを推しててなんか別に楽しいことないかもって思われてんのかな、わかんないけどね、人づてに聞いた話だからわかんないけど、なんかそう思われてんのかなって思ったらなんか私じゃあこれから頑張る意味ないってことみたいな思っちゃう。劇場ますます行きたくなりました。待ってるよ、会いに来て。好きならキャプテンだろうがピヨピヨだろうがウルカムだろうが関係ないね、そう思ってくれたらいいんだけどね。知り合いでもみえちゃんに誘っても今更ってよく言われます。なんかそれってさ、じゃあどうしたらいいの、私もう今更頑張れないの私ってもうじゃあいる意味なくなっちゃうの。私はまだまださ、やりたいこともさ、叶えたいことも頑張りたいこともいっぱいあるのにさ、なんか今更って思われちゃったら、え、なんかじゃあ私はもうここにいても頑張る意味がないって思われてるってことってなっちゃうじゃないですか。キャプテンになってから押してます。嬉しい。なんかその一個ちょっと多分高いハードルを超えて超えて私のこと好きになってくれてるんだなって思うとすごい嬉しいですね、うん、押しててこんなに楽しいのにそう思ってもらえることはすごく嬉しいことです。今が一番魅力的だと思ってますの魅力更新中。え、でもそれ私も思うの。いや自分で言うなって本当に思うけどさ、でも本当に私もさ、今日さ昼間さ過去のさ自分が出たフェスの動画を見ててさ、なんか今の方が楽しそうなんだよね。で楽し、いや当時も楽しかったよ、当時めちゃくちゃ楽しんでたけど、なんか自分のその楽しいっていう感情をそこまで多分表に出してなくて、今はもう自分が楽しいっていう感情を一番に出してるから、まあ今日はちょっとまたいろいろ考えちゃってそうじゃなかったんだけど、なんかそうだから今の方が私はすごいやってて楽しいって思うし、多分それって見てる側にも一番伝わることだと思うから、きっと今が一番楽しいはずなの私のことを推してて私のことを推してくださってる方にはもうどの瞬間も楽しいと思っててほしいけど、でも現在進行形で楽しいって思っててほしいの、すごく。だからね、なんか悲しいなって思いますね。むしろキャプテン的な役割を任されてる子を支えたくなる。泣いちゃう、そんなこと言われたら優しい優しい。いや難しいよね。
悩んでる方にいた劇場公演おしゃべり会の時に見てほしいね。またなんかちょっと違うよね、きっと私ステージに立ってる時とね、おしゃべり会の時とねそれはそうなんだよね。お相撲さんないよ、肩書きとか年齢で選んだことはない。あー、でもそれはすごい嬉しいこと。でも結局ね、やっぱりね、なんか新人の子をさ応援したくなっちゃう気持ちもわかるじゃん。なんかその成長度合いはさ、そりゃね、成長度合いで比べたらもう7年もいたらさ、さすがにある程度成長してなきゃ困るし、逆に逆にそれで言ったら伸びるっつはさ、そりゃさピヨピヨの子にはさちょっとかなわないけどさ、何でも初めての子と比べてさ7年目の人はさ、そりゃそうだけどさ、でも長く続けてなきゃできないことも絶対にいっぱいあるわけじゃん。それこそこうやってまたセンターをさ叶えられたのだってそうじゃないですかね。本当にさ、そう思ってくれたらいいんだけどね。なんか悔しいの、そうなの、本当にそう思う、本当にそう思う。もうだからでもさ、そのなんて言ったらいいのかな、なんかでもな、なんかギリ的な気持ちでさ応援されるのも違うかなって思うのね。すごいなんか自分の気持ちにさ嘘つくとかさ、なんか無理してさ応援されるのもさ違うなとも思うの。それはそうだから、みんなにはその無理のない範囲で、でもなんかみんなが応援しててすごい楽しいなとか頑張ろうってなんか思ってもらえるような人であれるんだったら、なんか応援してくれたら嬉しいなってすごい思うのね。なんかその自分をさこう犠牲にしてまで、ね、この子のことを絶対にこう押し抜かなきゃいけないみたいな、この子が卒業するまで押し抜かなきゃいけないみたいな、そう無理に思わせる必要は本当にないと思うんだけど、そうと思うんだけどね。わかる、なんかわかる、悔しいよね。なんかそのどういう感情の悔しいかはちょっと難しいんだけど、人捨てで別れ話は悲しい、わかる、本当にそう。しかもさ別にさそのさ教えてくれた人、言ってくれた人もさ、でも悪気があって言ってるわけではないじゃん。この人がこう言ってたよみたいな、なんか別にさその人が悪いわけじゃないのにさ、その人にめっちゃ当たり強くなっちゃう本当にごめんなさいって感じ。いやそれは良くない、申し訳ないさあ申し訳なさすぎる。もっと早く押してればよかったの、裏返し。ああそうなのかな、もう押し飽きた、もう押し飽きたまあなんか、そういう人にはじゃあやっぱりあの時押し続けてればよかったって思わせるしかないんですかね。それぐらいの功績を残すしかないってことだ。メンヘラ発動して、でも結構久しぶりじゃない、私がこんだけメンヘラを発動するの結構ここまでポジティブにやってきたんですけどね。わかる、久しぶりだこの感じ、もう本当になんかもう悲しい。と一から教えがいあるメンバーを応援するのが好きな人もいる。好きな気持ちはもうなんか変えられないんですかね変えられないんですかねか家族にも友達にみゆちゃんを布教してる、嬉しい、ありがとう。明日も連れてく、嬉しい、見つける見つけるステージ見てていいなと思うので遊びに来て嬉しい。そうだからなんか何も考えずにさ、そのキャプテンだからとかさ、まあ、年齢とかさ、なんか何年目だからとかさ関係なくさ、本当にただ純粋にこの子を
応援してたら楽しそうとか、なんかその気持ちだけでちょっと嬉しいね。去年くらいからの無双モードは本当に楽しそうに、え、そう、それもね変わってないんですけど、そう、なんかそれも変わってない、それが変わってなかったから多分今回シングルのセンターっていう、そのみんなと一緒に叶えたかったことも叶えられたんじゃないかなっていうのすごく思うんですよね。そうそうだと思う。だからそれは今も変わらず、もうなんかみんなのおかげでそうやって自分に自信を持てるから、あのちょっとやそっとのことじゃへにょってしないんですけどへにょってしないんですけど、なんかでもそれをなんだろう、そうやって私に自信をくれてた人からの一撃だと弱いだから外野からなんかなんや言われようが、私はもうここでみんなに守られてるから、それはなんとも思わない。それはなんか無双状態で何も変わらないんですけど、その内側から刺激された時にはなんかもう予期せぬところからなんか射抜かれるみたいな感じで、なんか結構ダメージでかいですよね。そう、今まで散々私の味方をしてくれたじゃないかみたいな、そういう感じですそう、内側からの一撃には弱い。でそれだけさ信頼関係を築いてるわけじゃないですか、その中で私が無双状態になるぐらいさ、いっぱい私のことをさ支えてくれて、それだけさお互いに信頼関係を築いてる中での一撃なの、そんなえーってなるじゃないですかそりゃね、そりゃ違うからのさ一撃には弱いに決まってますよね。今が一番楽しい、本当にだから私自身がそうなの、常にまあ楽しいを更新して、そのと昔ももちろん楽しんできてたけど、やっぱりその分悩んでることもすごい多くて、そう、でも今は自分が一番楽しい状態にいるから、それはみんなにもなんか同じであってほしいなとすごく思いますね、うん、ゆうちゃんがではなく自分は途中からだからって思っちゃうね、だから私ずっと言ってるんだけどさ、なんかもういつから応援してくれるとかに関係なくさ、こう自分のことを応援してくれることがすごく嬉しいって思ってるのね。そのお自分みーちゃん推し歴が浅いですとかさ、なんか子さんですとかさ、もう全然なんか全然よくて全然よくて、もちろんね昔から応援してくださってる方のおかげで支えられてここまで来てることは事実なんだけど、そう、それは変わらない事実なんだけど、でもなんかいつから私のことを好きでいてくれてるかっていう、そこの私に対する愛情の大きさっていうのはいつ好きになるは変わらないはずだから、そう、私は全然そこに対してこだわりは持ってないから全然なんかそれで気にする必要はないかなって思うんだけど、でもなんかそれをなんか限界値を勝手にそっちで決められちゃうとちょっとそれは違うんじゃないかなってもうこの子を押すのはここまで、もう私の思うところまで応援しきりましたってなんか思えちゃったら、私まだ辞めないのにって勝手に離脱されたみたいな、でまあまあ思っちゃうかもしれないですね。最近お見送りでみゆちゃんに怒られないからきっと楽しいどういうこと、いやそれ怒る気持ちはないわけではない、あれなんで今日私の人振ってないんだろうなとか、まあ思うことありますが思うことありますが、好きだから応援するね、でもそれが一番なんか究極論だと思う、うん、そう、なんかまあ私すごいなんだろうな、いろんなことをさ経験を経てさ、なんか考え方とかは変わったりするかもしれないけど、根本的な人間の部分は変わってないからさ、昔からずっと、そうだからなんか年を取ろうが
ャプテンになろうがなんか変わらず好きでいてくれたらそれが一番嬉しいことだなとは思うんだけど、喋り会ないから気持ちのすれ違い起こりがちね。じゃあもう正々堂々と喋らせてくれやって喋らせてくれやって思いますね。楽しみだね。すごい喧嘩する人みたいな。違う違う違う、もちろんみんなと普通にお話ししたいだけです。普通にお話ししたいだけですすごいすごい喧嘩越しでみんなのこと待機してる人みたいになっちゃう違うよ、そういうことじゃないけど、離れようとしてるファンがいたとしても今もこれから耳をしていくファンを大切、いや本当にそうなんですよ。だからなんかそう変わらずみんなが私のことを大切に思ってくれてるって、なんかそうだから配信始める前はさ結構本当にズーンって感じだったんだけど、もうこうやって配信始めてしまえばさもうこれだけたくさんの方がそう私のことをそう気にかけてくれるから、だからなんか配信始めたらめっちゃ元気になったよっていうそうだからみんなが私のことを、ね、好きでいてくれて支えてくれてる限りは私はもう無双状態のままだからそうメンヘラミューちゃんってこんな感じなのに、だいぶ久しぶりの発動、4月ぐらいぶりかもしれないサマステの前日、はい、サマステはもう最高に楽しむ予定なので、研究生をしてて昇格したら別の研究生に教え、あでもあるよね、なんかその研究生公演のなんか独特の盛り上がり方っていうかさ、いやそれはねあると思う。なんか今の AKB さんも研究生公演がすごい盛り上がってるんだよみたいな、なんか噂で聞いたことがあるんだけどさ、なんかそれと一緒な気がしますよね。だからもうそういう人たちはこのなんだろうピヨピヨの公演するのが好きなんだとピヨピヨの公演するのが好きなんだと。お話し会でみえちゃんの魅力語りましょうか。たくさんある、嬉しい嬉しい、ありがとう嬉しい、それ直接言ってもらったらめちゃくちゃ嬉しいやつ、嬉しい。初期からはしてるけど好きな気持ちはね。でもさすごい、それってでもすごいことなんだと思う。なんかすごいことなんだと思う、本当はそっちの方がすごいことなんだと思うだからなんかもう私のことはもういいかなって思う方がもしかしたら本当は自然なのかもしれないよね。だからそう思うと改めてさ、すごい私のこと好きでいてくれてることってすごい嬉しいことだな。だってそんなさ長いことさ同じ人のこと好きでいられるのって多分簡単じゃないじゃん。多分さ長くいればいるほどさ嫌なところも見えてきたりするだろうしさね、それでもなんかずっとさ好きでいられるのって多分本当はそっちの方がすごいことなんだと思う、なのかもしれないね。ずいぶん前のコメント、ごめんめっちゃじっくり読んじゃったそのくせ全部読むわけではないんだけどそのくせ全部読むわけではないんだけど、ごめんめっちゃゆっくり読んでた、すいません。浅いならそのタイミングからたくさん押せばいい。いや本当にそう、しかも私今すぐ辞めるとか言ってるわけじゃないじゃん言ってるわけじゃないじゃん、まだまだ居座らせていただくつもりでいるんだけどさ、全然今からでも遅くないけどって感じする。この前の夜公演飛ばされちゃってるとかもしれないあれさ、あの日さ公演さ友達が見に来てくれてたんだけどさ、友達はなんかさ MC の内容を理解できなかったらしくてさ、後からあれってどういう意味って聞かれて、私が一から説明したらすごい笑われましたすごい時差
ちさ。確かにね、あれは多分劇場に入ってくださってる方じゃないと状況がちょっと理解しづらかったかもしれない。そうかもしれない。初オフライン撮った、嬉しい、ありがとう、お待ちしてますね。嬉しい。卒業するときにはもっと応援できたはずと後悔するんだから、今少しでもしっかり押した方がいいのにね。なんかでもそう思わせられない私の実力不足ですかね。だからさ、でも私はすごく普段よくみんなに言ってるのが、なんか私のことを自慢の推しメンって言わないでくれって言ってるんですよ、私自分のファンの方に。それはなんか今自慢の推しメンになっちゃうと、その人の中でそれをさ、なんかハードルをさ決められちゃうじゃない、それ以上のことをさなんか望まれなくなっちゃうなって思うから、私は普段皆さんに私のことを自慢の推しメンって言うなって言ってるんですけど、そう、でもだからこそこう卒業するときに、本当に私がアイドル最後になるときに、なんかその私のことを自慢の推しメンですじゃなくて、なんかこうもう全部がね終わったときに、あ、自慢の推しメンだったなってみんなに思ってほしい。その最後の瞬間が一番最高の状態でありたいし、で振り返ってみたら、そう、青春。振り返ってみたら、あ、すごい本当になんか自慢の推しメンだったなって思ってほしいから、そう今は言わないでほしいって言ってるんですね。そう、だからさ、なんかそう卒業するときになんかみんなにももちろん後悔してほしくないし、 そう、それぐらい、そうまだ全然いつになるかわかんないけど、そう一緒に頑張れたらいいなってとっても思ってるので、目減らせても可愛いわよ。でもね、違うの、そう今はまだ今はまだ可愛い目減らで保ててるんですけど、ちょっと本当にやばい時あったよね。私結構ガチ闇してる時、結構目減ら、結構メンヘラかましちゃうから、まだ可愛い方。まだ可愛い方。実際会ったら緊張して話せなくなると思う、どんどん話しかけて。もちろん多分私からグイグイ行きすぎちゃうと思うけど、ごめん、引いちゃったら。今更だけど、ピヨピヨの子って表現みんな受けるなって、難しい、難しいじゃん、ピヨピヨの子。まあ、なにアイドル歴の浅いピヨピヨの子。ピヨピヨの子、私だってピヨピヨよ、私だってまだやったことないこといっぱいあるもん。明日のサマステで初めてのことするんだから、私だってピヨピヨなんだから。明日私のカラカラ破れる瞬間見ててね。明日は私ピヨピヨだから、まだ。ピヨピヨだから。新潟から離れてしまったけど、みゆみちゃんも好き、気持ちは変わる、ね、嬉しいよ。そのなんかどこにいてもさ、もちろんもともと新潟に住んでない方もいらっしゃるわけじゃない、どこにいてもね、そう押してくれる気持ちはすっごい嬉しいですよ。自慢のキャプテンだと思ってます。嬉しいです。でもなんか全然まだです。キャプテンも全然まだです、はい、でもやっとね、やっとなんかちょっとずつ分かってきた感じするよね。分かってきたっていうか、もう自分がキャプテンだと思わないで活動するという結論に至ったんだけど。自分がキャプテンだって考えちゃうから、なんか多分悩んじゃうんですけど、もうそれ考えるのやめた、放棄した。放棄したんでね。本当にやばい時は配信しないもん。あ、そう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 。そう、もう配信できないぐらいのメンタルになっちゃう。そう。
明日うまくできたら褒めるね。ねえお願い、本当に頑張る明日。もうね、なんか一瞬の花火の初披露よりもうっってなってるっていうのは、だって一瞬の花火はまだ誰も見たことがないじゃん。明日で初めてそれができるものじゃない。だからさ、なんかそれに関してはなんか間違わないようにしようというか、失敗だけはしないようにしようって感じの、まあ、緊張感なんですよ。なんかそうじゃない、それなんかもうそれよりももっとなんかピヨピヨのピヨピヨの私の方が明日は心配ピヨピヨ明日は心配ピヨピヨ、一瞬の花火より心配ピヨピヨ。明日のチケット本日の23時59分まで、ここに、お、本当にあと10分ぐらい、あと15分ぐらい、まだ私のピヨピヨを見守ってくださる皆さん、明日はすごい炎天下の中ですがぜひ見に来てくださいぜひ見に来てください。キャプテンが誰よりも楽しそうにしてるグループって最高じゃんね。なんかでもそれが結局私が一番なんか目指すキャプテン像の、なんかいろんなタイプがいるじゃないですかキャプテンって。でも私はなんかそのリーダーシップを取れるようなタイプの人間でもないし、なんかそうだったらなんか自分がまず一番楽しんで、なんかその楽しい気持ちって伝染するし、なんかそれをなんか背中として見せれたら一番いいよねって、私は言葉で何か伝えることの方が苦手だから、そう態度で態度で見せるみたいな、そっちの方が多分私の向いてるキャプテン像で、そうなった時に、まあ、自分が一番楽しそうにしてればいい、みんなを巻き込める。だからすごい意識するのは、なんだろうな、あの自分の気持ちだけで、あのなんて言ったら、テンションの上げ下げを絶対しないようには気をつけたり、すごいどんなに朝早くてもなんかあのなんて言ったらいいの、なんてなんて言うんだっけ、ちょ言葉が出てこなくなっちゃった。あ、そうそう、機嫌、自分の機嫌で、そう自分の機嫌ではなんか左右しないようにしてる。どんなに朝早くても、まあ私朝得意なので朝から機嫌悪いことはほぼないんですけど、なんかでもやっぱりその機嫌悪い人がいるわけじゃないけどさ、気持ち的にさ、なんか朝早いのめんどくさいとは思うじゃん普通に、人としてさ。そうだから、でもそれをなんかなるべく出さないようにする。そうだし、まあもともとあんまり朝そういうタイプじゃないんだけど、なんかなんだろう、そういうタイプじゃないけど、あの普段よりももっと元気そうにする、朝から自分のいつものなんか元気がこんぐらいだったとしたら、朝こんぐらいにしとく朝だからこそ、朝だからこそこんぐらいにしとく、自分のパワーとかは。でも気をつけるかもね。明日が心配、うん大丈夫、あと15分だからさっき確認したら明日整理番号それなりに言うこと、お嬉しい。もうどこでもいいですからね、どこにいてもいいですから、絶対見つけられると。明日仕事なき、頑張って頑張って。明日の東京今日と10度ぐらい違います。え、そうなの。あ、そっか、今日だって台風ね、めっちゃ雨とか降ってましたもんね。そうだ、目の前真っ暗になってピヨピヨになる。あ、それは気をつけよう、そのピヨピヨは良くないピヨピヨだからそれ気をつけなきゃ。私が、そうだね、私が楽しくしてればみんなも楽しんでくれたらいいなとは思うかな。それはでもメンバー側だけじゃなくて、ファンの皆さんも一緒、私が楽しんでればみんなも楽しんでくれてたらいいなって思ってるので。耳の踊り方参考にしたい、4期生たくさん、嬉しい。
そんな風に思ってくれ。なんか私はさ、ダンスに関してはさ、もう別に上手くないからさ、上手くないし別に得意でもないし、だからなんかそういう風に思ってくれるのは嬉しいですね。ゆうちゃんがメンヘラ発動した時のファンの皆さんの優しさを拝見させていただくと心が温まります。もうみんなね、私の扱いに手慣れたもんですよ。はい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 、ゆうちゃん今そういう時期ね。みんなもう私の扱いに慣れてるんですね。ちゃん見てると元気出るね。嬉しい、ありがとう。特に台風の影響なさそう。あ、本当に良かった。もうあと明日の暑さだけだね。ああ心配。灼熱の六本木でいっぱい声出して夜は長岡で喉を潤す。わあ最高、それ最高。ダンス得意じゃないってよく言うけど、一番見ていたいと思えるパフォーマンスがみーちゃんの。それはすごい嬉しいです。多分なんかそのうまさではない。うまさでもさ、それってさ、多分さ、私が昨日一瞬の花火の振り入れの時にさ、先生に言われたのにちょっと近いのかもしれないですね。なんかそのダンス、うん、もちろん上手いに越したことはないんだけどさ、前に越したことはないんだけど、でも人の心を動かすのそのうまさじゃなくて、なんかそこに、まあ、その時は感情がこもってるっていう風に言われたんだけど、でもその感情って、なんか私はそれの言葉を聞いた時に、その楽曲に対するその楽曲の世界観の感情だと受け取ったんだけど、でもなんか今のみんなの話を聞いてると、その感情って曲の世界観の感情だけに限った話じゃなくて、私自身の感情でもあるのかな。だからそこに私の楽しいっていう感情が乗ってれば、ダンスの上手さじゃなくて楽しそうに踊ってるな、なんかそれが一番人の心を動かすよっていう意味なのかもしれないなって今すごい思いました、その言葉を聞いて。だからなんかすごい今日はね、結構その表現の部分でなんかいろいろ考えながら踊ってたんだけど、でも結局なんかその感情って曲の世界観だけじゃなくて、私の感情でもいいんだなってすごい思いましたね。ねえ、わかる。中心になんなかっただけ、サマステね。だから明日開催できるだけでも嬉しいことですよ。定点でずっと見てたいパフォーマンス。嬉しい、ありがとうございます。みゆちゃん元気ない時とか声かけないというよりたくさんのプラスの言葉。あ、そうそうなの。だから私もすごい一人行動をよくするんですけどね、一人でカフェ巡りとかさ、まあ、基本一人でいたいタイプの人なんだけど、でもなんかそういうしんどい時こそ一人にされたくない。悲しい時とか寂しい時とか、なんか一人にもうそっとしてみたいな、今私そういう気分じゃないからそっとしてください、一人にしてくださいみたいなタイプの人ももちろんいると思うんだけど、私はそういう時こそ寄り添ってほしいタイプです。そういう時こそ寄り添ってほしいです。踊り方アイドルって感じですごい嬉しい、ありがとうございます。そう、あの上手くはないからさ、ダンスどうやったら可愛く見えるかなって。学生時代の体育と一緒です。体育苦手だからできないのも自分で分かってるから、どうやったら可愛く見えるかなって思いながらやってた体育も、それと一緒。でもそれはアイドルとしてはいい方向だった。あの学校だと良くないんだけど、そう可愛く体育できないからさ、可愛くやったところで成績は上にはなんないんだけど。何の加点にもならない、むしろなんかすごいふざけてると思われちゃう。
でもアイドルはそれでよかった、それでよかったって言い方は良くないけど、その可愛く見せるがいい方向につながるから。あと10分切りましたね。すごいあっという間。やばい、もう早くこれが終わったらすぐにお風呂のお湯を入れないと。すぐに、そうすぐ。ここにはしっかり教育されてる人がたくさんいるからね。私別にみんなのこと教育してるつもりはないんだけどね。気づいたらね、気づいたらね。そう、まあ、だからみんなは私の気持ちを一番すごく多分よく理解してくださってるんだと思う。アイドル適性ありまくり、わかる、アイドルでよかった。アイドルでよかった。え、そうだよ、あのさ、ちょっと前に配信で話してた、私が運動ができなさすぎる仕事の件さ、ちょ、あともうちょい待って。あともうちょい待って、もうちょっとしたら解禁されると思うから。あとね、そうだね、もうちょっとだね、今月中にはね。今月中には、ね、明日配信する、明日ね、そう、明日言ったじゃないですか、TV じゃない、明日 TV じゃなかった、サマステの後にもう一個別のお仕事があって、その後ね帰ってくるからね、ちょっと時間がないかもしれないんだけどな。何時に帰ってくんだっけ。うーん、あ、うん、まあできなくはないみたいな。でもさ、おしゃべり会の日もさ、朝配信したいと思ってんだけどさ、多分めっちゃ早いくなっちゃうから、ちょっとどうしようか迷っちゃう。でも明日ね、せっかくサマステやるし、サマステだし初披露だし、まあ配信はできたらやりたいなと思ってます。ちゃんと感情を吐露してくれるの、うん、私はね、もうなんか嘘つけない人間だから。自分の思ってることとか悩んでることとか全部喋っちゃうんだよね。喋っちゃうんだよね。だからなんかちょっとあのアイドル像とは離れちゃうか。なんかアイドルってさ、なんかこうちょっと本当の姿が見えないみたいなさ、素がわからない、なんか偶像みたいなイメージがやっぱあるじゃん、アイドルって。なんかって思うとだいぶ現実的な。だいぶ現実的なアイドルだと思うんですけど、まあそういうのがあってもいいよね。なんか普段何やってるかわかんないみたいなさ、その隠し事ができない、耳に寄り添う月になり、ありがとう。ありがとう。え、そうなの、明日ね、サマステの後にお仕事でも、それもめっちゃ楽しみ、そう、ずっとやりたかったお仕事なのでめちゃくちゃ楽しみです。わかる、直で長岡って思ったじゃん、でもなんか違うらしくて、直で長岡の方がまだ楽だった。確かに、そう、配信できるぐらいに体力残ってるかも。そうだしね、暑さの中でね、時間的にはまあできなくはなさそうな気もするけど、何を聞かれてもノライクリ、あ、もう絶対できない。全部正直に喋っちゃう、全部正直に喋っちゃうからダメだわ、向いてない。向いてない。あとさん、ありがとう。よし、ランキングを読もう。結局ね、日付が変わるまでやってしまいました。じゃあランキングを読みます。13位ホッシーさん、ありがとうございます。12位ラムさん、ありがとうございます。
ちゅういちやまりさん、ありがとうございます。ちゅういかんやとさん、ありがとうございます。きゅういよっしーさん、ありがとうございます。8位もよっしーさん、ありがとうございます。7位のさらさん、ありがとうございます。6位としさん、ありがとうございます。5位のとんさん、ありがとうございます。4位ゆきだやまさん、ありがとうございます。3位ひーろさん、ありがとうございます。2位ダイバーさん、ありがとうございます。1位たかさん、ありがとうございます。さあ、やばい、もう日付が変わったらサマステだ。うわーわー、恋はまるで青い花火、ここで見れば美しいけど、空に花が咲いて散った後には真っ暗闇。でもさ、そう、多分さ、外だからさ、リハの音とか全部聞こえちゃうよね、あんまり早く行くとね。セトリとかね、バレちゃうかもしれないんだけど。でもさ、これでさ、一瞬の花火、確かに初披露だけど、もう曲は解禁されているから、なんかその点ちょっと安心もうだって散々聞いてるでしょ、みんな散々聞いてるだろうから、そのまあ曲流れたとて、しかも一瞬の花火初披露しますまで言ってるからさ、なんかそこに関しては流れてもまだ大丈夫、フリーは見えないじゃん、中に入れないから。それはね、そう、てか大丈夫だなと思うけど。そうそうそう、どうなるかね、楽しみだね。でも多分みんなもういっぱい聴いてくれてると思うから、曲が流れた瞬間にすぐ多分反応できると思うけど。明日行けないので柏崎から美味しい、ありがとう。配信チケットもねあるので、来られない方はぜひ配信で初披露見守っててください。お待ちしてます。ありがとう、楽しみだね、頑張るね、頑張る、しだれ柳おやすみ。バイバーイ。